はい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 、よいしょ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 、というところで今日もジャイアンツ勝ちました。はい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 、やっぱり打つ人が打ったらやっぱりなんかファンもめちゃくちゃ気持ちいいし、グリフィンね、もう気合い入りまくってたね、マジで。あ、ほんまに初回からめちゃくちゃ飛ばしてたし、本当にね、まあちょっと長期間離脱したけども、素晴らしい状態で、帰ってきてくれたんじゃないかなっていうふうに思ってます。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました日本ハム対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなというふうに思います。はい、マジで気持ちいいっすね。気持ちいい。はい、気持ちすぎる。はい。はい、2対0でジャイアンツ勝ちました。皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。というところで、まあ、2-0 っていう結構ギリギリのゲームやったんですよ。で、まあ、この2点もね、岡本選手のツーランっていうところで、やっぱりこうね、打ってほしいな、カズマって。ああ、みんな思ってるやん。正直ね。で、そこで打ってくれるっていうのはすごく気持ちいいことだし、みんなちょっと、詳しく見てない人はわからないかもしれないけど、ちょっとね、やっぱ守備の硬さ、ジャイアンツの守備の硬さっていうのはマジで出てたと思うし、それもね、後で詳しく解説していきたいな、というふうに思います。はい。やっぱりね、まあ、2点は取って勝ったんだけども、まあ、正直、なんて言うんだろう、言い流れではなかったよね。うん、どう考えてもね。まあ、そういったところを知りたいと思う方は、ぜひね、僕のこの動画最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあね、今日の一言目も言わさせてください。こちらになります。両投手、素晴らしかったですよ、と。で、岡本選手の値千金のホームラン。まあ、これがね、まあ、決勝点になりまして勝ちましたと。で、今言いましたように、守備の硬さっていうところがね、非常にね、際立ったというか、もしかしたらジャイアンツファンの人の中で、もうジャイアンツの守備は硬いのが当たり前だから、そんな驚いてないっていう人もいたかもしれないけども、実際ね、やっぱり試合振り返ってみると、この守備の硬さっていうのが、まあ、0点をね、点を取られなかったっていうところに大きく繋がってくるなというふうに僕思ってますんで、そういうところもね、ちょっと詳しく解説していきたいと思います。はい、まあ、今日はですね、9回表のこのノーアウト1塁から岡本選手のホームランのこの2点だけでね、はい、非常にグリフィン投手がいいピッチングしてまして、まあ最後ね、ちょっと変えられたっていうところがあるんだけども、やはりね、少し、捉えられてきた感じはあったし、で、ちょっとね、判定っていうところが、あれ正直、アウトちゃう、あれ。俺、僕、見てた人ね、わかると思うんだけど、ショートゴロね。うん。マルティネス選手か。ショートゴロね、あれ、アウトやろ。あんまこう、終わった後にぐちぐち言うのはあれなんだけど、まあ、勝ったからまあ、あれなんだけど、うん、ちょっと、まあ、グリフィンもあれ、ヒーローインタビューで言ってたよね。なんかこう、なんか、あれがちょっと、あれ、なんていうんですか、不服というか、ちょっとどうかと思いましたけど、みたいな感じで、通訳さん翻訳してましたけども。まあ、あれも僕も正直思ったけど、まあ、あれでもし、打たれて負けてたら、マジネット荒れてたと思うけど、まあギリね。まあ勝ったからジャイアンツが。まだ勝ったから、なんとかなったかなって、ネット荒れずに済んだなっていうふうに思います。はい、じゃあちょっとね、僕が気になったところを見ていきたいというふうに思います。はい、やっぱ勝った試合でもね、やっぱ反省する点ってマジであるんですよ。まあみんなもね、多分分かってると思うんだけど、ちょっと言ってきます。まず一回表ね、まあ、ある選手がライト前ヒットに出ますと。で、今日2番に門脇選手入ってたんですよ。で、まあ、どうだろうって正直僕思ったんですよ。あんまり門脇どうだろうって今の状態もそうだし、できるのかなって、2番っていうところでね、どうなのかなっていうふうに思ってたところ、思ってた矢先に、これ、門脇選手がバント2回失敗するんですよ。で、2ストライク追い込まれてヒッティングになって、ピッチャーゴロ打っちゃって、これピッチャーゴロゲッツーなんですよね。163のゲッツーになっちゃうんですよ。まあ、これ見て、おいおいと、門脇には大丈夫かお前、もうゲッツ打っとんぞ、しょっぱなで、で、正直思っちゃいました。はい、すいません。はい。で、次、3回表、これ3回表も、まあ、チャンス作るんだけど、最後、門脇選手打てないっていうところ。で、まあ、岸田選手、センター前ヒット、非常にいい打球でしたよね。で、ノーアウト中で、伊豆口選手が、まあ、これ、バスターエンドランっていう形で、サードゴロになったんだけど、これ結局、1球目、バントか、バントして、2球目、サード前に来た時に、バスターエンドランかけたんだけど、ギリギリ来えんかったのよ。サードの頭ね。
で、ランナー二塁となりまして、丸選手がさ、ファーストゴロね。ファーストゴロで、ランナーが三塁になりますと。で、ここで、ツーアウト三塁で、岡田脇選手が、初球狙っていくんだけども、やっぱりスプリットというところでね。まあ、相手バッテリーも、やっぱり狙ってくるでしょうっていうところで、やっぱ、初球スプリット行って、それにまんまと引っかかって、まあ、セカンドゴロというところで、やっぱりまあ、なかなか、打ててないから、まあ、どうしてもね、こう、積極的に行って、なんか打開しようっていう感じはあるんだけども、少しね、この、一打席目のゲッツーからちょっと引きずってるじゃないけど、ちょっとね、悪い流れでちょっとやっちゃってるなっていう感じはありましたよね。で、次これ5回裏ね、これね、素晴らしいなと思ったんですけども、これタミヤ選手、僕正直、去年までタミヤ選手の存在ってあんま知らなかったんですよ。うん。なんかいいキャッチャーがいるっていうのを聞いてたんですけど、あんまり知らなくて、今年打率も2位じゃないですか、今。うん。近藤選手の次、すごいでしょ。で、得点圏打率も4割超えてるっていうところで、ジャイアンツに来てくれって思うんだけど、まあ、そんなことはね、まあ、置いといて。これね、先頭、これ、タミヤ選手に、これ、レフト線のね、三塁線抜かれて、ツーベース打たれるんだけど、これ、1球目セーフティーするんですよね。セーフティーしてくるんですよ。で、おいおい、セーフティーしてくるのかって。足早いんかなと思ったんですよ。で、やっぱりそういうこともやってるから、川崎選手ちょっと前出るんですよね。セーフティー警戒でちょっと前出るんですよ。バーって。で、その前出たところの横を抜かれるんですよね。だから、これなんか、狙ったかのようなね。セーフティーして前に来させて、そこカーン抜いたみたいな感じで、素晴らしい野球選手してるなっていうふうに思いますと。で、まあ、これせっかく、ノーアウト二塁作ったんだけど、やっぱグリフィン投手はね、もうバチバチいってますと。インサイドのストレートバーンいって、で、今日は外からのカットボールも良くて、で、内にカットボールもあるし、で、フォークボールもあるし、で、左バッターにはインサイドのツーシームあってっていうところで、全部の球種、完成度マジで高かったんですよ。制球というか、コントロールマジで良かったんで、もう、キャッチャーからしたら、岸田選手からしたら、めっちゃリードしやすかったんちゃうかなっていうふうに思います。はい。で、次ですね、これ6回裏ですね。はい、これ2アウトから、この松本選手に、これ、2ベース打たれるんですよ。で、これね、2球ともカットボール行ったんですけど、実はこれ松本選手2打席三振してるんですよ。で、三振してたら、いつもこのチャンネル見てくださってる人だったらわかると思うんですけど、やっぱりバッターって、積極性が1割、2割増すんですよ。三振もう一回したくないから。理由はね。で、これ、三振二つしてて、実はこの三振二つしたんだけど、してるんだけど、カットボールっていうのを見てないんですよ。まだね。グリフィンとしてのカットボールまだ見てないんですよ。で、岸田選手はもうそういうのは組み立ててるから、三打席目に今まで見てないカットボールを二球いったんですよ。そしたら松本選手をパーン打って、で、それツーベースですわ。これは、やっぱり首位打者取っているぐらいのね、取ったことあるぐらいのバッティング技術持ってますから、素晴らしいなと思いました。で、2アウト2塁で、これね、2アウトからピンチ作られて、水谷選手も昨日ホームラン打たれてますと、左バッターから引っ張ったような打球打たれてますと、怖いですと、いうところで、まあ、これレフトぐらい打ち取ったんだけど、マジでギリギリなの。マジでギリギリ。カーブ行って、ファール。で、スプリット行って空振り。で、カーブをもう一丁いったんよ。2ストライクから。低め来いよと。岸田選手も地面叩きつけてたんですよ。低め来いよって。で、それちょっと浮いたんよ。それで水谷選手にパーン打って、やばいと思ったんですけど、ギリギリフェンス、間近で取って、やばいな、さすがいいバッターやなと思いました。もう、僕が3軍の時ね、ソフトバンクとやった時の、バット当たらへん水谷選手は大違いなというふうに正直思いましたね。はい。で、次ですね、7回表。はい、これ、なんで点入らへんのという回です。この回はね。はい。あと、順を追ってね、説明すると、まずヘルナンデスセンター前ヒット打つんですよ。で、カズマもセンター前ヒット打つんですよね、初球をね。積極性良かったと思いますと。で、ノーアウト人類で、萩尾選手が、バントヒット打つんだけど、まあ、この時もちょっとね、日本ハムのサインミスあったんですよ。で、ワンエンドワンから、いらんね、1、2塁なんですよ。ノーアウト1、2塁で、ジャイアンツにもサインあるんだけど、これピッチャーね。ピッチャーで、こう、二塁牽制とか見るじゃないですか。で、それで、パってね、ショートが入るふりして、ファーストに牽制するっていうサインあるんですよ。うん。言うたら、ファーストがバントを、してるか、バント構えしてるから、こう、じり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 前行くんですけど、その時に、だってファーストランナーって油断するじゃないですか。ファーストがついてないから。で、その時に、ファーストじりじり出てきて、ちょっと戻ってすぐパーンって牽制するっていう、サインあるんですよ。うん。
二塁に牽制するよっていう風にピッチャー見しといて、ファーストが急に戻って、ファーストに牽制するっていう、サインがあるんですよ。で、それを見落としたんですよね。多分おそらくファーストの選手が、見落としたと思うんですけど、で、ちょっと、あれみたいな空気になったんですよ。で、そういう空気の時って、マジで変なこと起きるんですよね。変なことというか、嫌なこと起きるんですよ。日本ハムからしたら。で、実際、これ、萩尾選手がバントしたやつが、バントヒットになるんですよ。あ、もう完璧これ点入るやんと思ったんですよ、正直。ノーアウト満塁ですよ。うん。で、こっからっすよ。吉川選手が、まあ、初球狙いに行って、まあ、センターフライね。これも、初球狙いに行くのはいいのよ。やけど、ちょっと難しい球だよね。うん、正直ね。もしかしたら狙ってて、それが来たと思って振りに行ったんだったらいいと思うんだけど、ちょっと難しい球だったんだよ。で、それを打って、実際ね、センターフライ打ってくれて、で、犠牲フライになってたら全然いいんだけど、ちょっと浅いフライだったよ。で、それで帰れなかったよね。で、その時点でちょっとやばいなっていう感じがしてたんですよ。自分の中でね。で、ワンアウト丸で坂本選手ね。坂本選手も今日、やっぱ調子悪いじゃないですか。で、ここで、初球振りに行くんですよ、また。吉川選手も初球だし、坂本選手も初球振りに行って、まんまとさっきの門脇選手じゃないけど、スプリットが来て、で、543のゲッツーね。これ地獄でしょ、これ。今日勝ったからいいけど、この攻撃は、別にね、初球振りに行くとかはいいのよ。全然いいんやけど、まあ、なかなか点取れてないから、積極的に行かないといけないんだけど、ピッチャーもね、金村投手もめちゃくちゃいいから、行かないといけないんだけど、やっぱり、ノーアウト満塁の、吉川選手ね、一番目っていうね、ノーアウト満塁で打席を立つ人が、まずか、先制をしてくれたら、1点取れたら、もっと次の打者っていうのは楽にいけるんだけど、そこがね、点入らなかったっていうのは、ちょっとね、きついなっていう感じはしましたし、この坂本選手狙ってったんだけど、ゲッツーっていうところで、まあ簡単に言ったら2球で、ノーアウト満塁が、チェンジになってるから、まあ、これはっきり言ってやばいのよ。で、次の、そういう、次の回とかってマジで危ない回になるんですよ。だって相手からしたら、ピンチ、あ、もう絶対点取られるわーと思ってたの、送ったところが、0点やんみたいな感じになるから、波がガーン来るよ。雰囲気、ガーンってこう、日本ハムに行くんですよ。で、僕思ってました、正直。あー、この回点取られるなーって、次の回絶対点取られるわ、今日負けるわーって思ったんですよ、正直ね。だけど、先ほど言った守備の硬さっていうのがここで出たんですよ。マジで。7回ぐらいね、これマルティネスがサードゴロ打ったんだけど、これも門脇選手がジャンピングスローでうまいことアウトしましたと。で、このワンアウトランナーなしからタミヤ選手ね、セカンドライナーなんだけど、もうこれ直樹さん、エグすぎるって。エグいって。だって、普通のセカンドってね、ゴートって、打球来るやんか。で、ジャンプして、取れた取れないやったらわかるよ。あ、それで、普通にジャンプして、あ、取れたとか、あ、取れなかったっていうのはわかるんだけど、直樹さんの場合、こう守ってて、斜め後ろに、言うたら横から見たら、普通ジャンプってこうやん。じゃなくて、斜め後ろに飛んでんだよ。で、それ、エグいのよ。斜め後ろに飛ぶって。だって、あんだけ打球速くて、飛ぶ瞬間って一瞬じゃないですか、判断して。なのに、それを、上に飛ぶんじゃなくて、この横に、この斜めこっちに、斜め後ろに飛んで、それをグローブで目いっぱいでガーン取ってるから、こんなん普通できへんのよ。だから、ちょっとジャイアンツファンはね、ちょっと、すごいってことをほんまに分かった方がいい。直樹さんもそうだし、門脇選手もそうだし、坂本選手もそうだし、カズマもそうだけども、マジでエグいから、守備。ほんまにエグいから。で、特に直樹さんの守備なんていうのはマジでエグいから。ヒット何本取ってるか分からんからね。今年のもう今までの試合だけでも。マジで今年ゴールデングラブ取れんかったら俺ブチ切れるからね。ほんまにマジにこれだけは。はい。で、これ9回表ね。はい、これね、ヘルナンデスが、これショートへ内野安打ね。はい、打って、これも2ストライク、ノーボールからでしょ？うまいこと打ちましたよね、これね。はい。で、ノーアウト1塁で、これ岡本選手、さっき、初球ヒット打ってますと。で、ここで2シーム来たんですよ、インサイドにね。だけど、インサイド構えだったんだけど、それがちょっと真ん中入ったんですよ。それで、カズマ、ドカーン！シャーって感じで、マジで、もう打った瞬間僕叫びました。もうみんなにその動画見てもらいたかった。うん。もしかしたらちょっと話変わるんだけど、僕が中継見てる時の、なんかその、叫んでるところとか、なんかそういう動画も需要あったら面白いかなと思うし、一回出してみようかなと思うんで、はい。で、マジでよかった。マジでこれナイスバッティングだった。うん、マジで嬉しい。はい。で、うん。で、それで、まあ、これ書いてないんだけど、僕すごいなと思ったの。万波選手のね、ライトの、送球見ました。
あれ、エグいよ。あれ、どういうことかっていうと、ワンアウトから、この9回表のワンアウトから、直樹さんが、ライト線に打ったんよ。うん、ライト線で、ね、あ、僕、普通に見てて、中継見てて、あ、ツーベースやな、って思ったんですよ。そしたら、万波選手が、これライトね、こっちライトね、で、こっちライン線ね、で、こう取って、こういう体勢なんですよ。こういう体勢って普通ね、大体の野手って、こっちに切り返すんですよ。意味わかる？あっちがあっちがセカンドベースで、ここライトね。で、こっちライン線ね。で、取るじゃないですか。大体普通の野手って、こっちに切り返すんですよ。だけど、万波選手がやったのは、取るじゃないですか。これで、こっちに一回転して、バーン投げたんですよ。で、そんなん、秀則しか見たことないでっていう。中日の秀則ね。うん。ぐらいしか見たことない。だから、取ってこっち行ったら、体の重力はこっちに行ってるから、それを無理やりこっちに引っ張ってくると、やっぱり、なんていう、重力に逆らってるから、送球って弱くなるのよ。だけど、こっちで取って重心こっち行ってるやんか。で、走ってる勢いもあるから、それを、一回二塁から目を離して回転してそのままバーン投げて、送球ワンバンで行ったんよ。もうこれエグいよ。これエグい。もしかしたら新庄監督が教えたのか、それはわからないけど、このプレーっていうのはほんま金取れる。お金取れる。ファイターズからしたら今日負けてるけど、負けて、まあ、残念なんだけど、僕、水谷選手の昨日のホームランもそうだし、今日のこの万波選手とかのこのプレーもそうだし、めちゃくちゃワクワクした。これがエンターテイメントやなって。これが野球やなって。イチロー選手が昔言ってたけど、いくら10対0で、例えばチームが負けてても、例えば素晴らしいプレーしたらファンは喜ぶしっていうところを僕、私は目指してますっていうことを言ってたんだけど、ほんまにそれやなと思った。うん。僕、巨人がね、一番もちろん好きなんだけど、このね、日本ハムっていう球団ね、ほんと面白いなと思うし、若手の選手もね、非常にこう育ってきてるっていうのがあるし、そのスケールが大きい選手っていうのが、万波選手もそうやし、水谷選手もそうやし、若い、いい気のいい選手がね、いっぱいいるっていうのは、なんかすごく、なんか、楽しいというか、楽しみやし、僕ちょっとパリーグ、あんま全然興味なかったんですけど、ちょっとほんまに日本ハムファンになろうかなっていう思うぐらい、なんかね、その、なんていうの、ワクワクさせてくれる選手が、うん、多いなっていうふうに思いました。ちょっとね、これはね、皆さんちょっと見てもらいたいですね。うん、ぜひね、ほんまはね、この動画の中で動画とか出せたら、クソみたいな著作権とかないんやったら、動画ね、挟み込んで、これ、挟み込みながら僕の解説したいんですけど、それできないんで、うん、でもこのプレイっていうのはほんますごかったと思いますよ。ほんまにお金取れるなと思いました。で、最後9回裏ね、先ほど言ったように、リプレイ検証、あれアウトやろって話なんですけど、まあね、先頭バッターの9回裏ね、先頭バッター万波選手がこれレフトフライ。これもレフトフライもギリギリないの。マジでギリギリ。もうフェンスのこの辺。これフェンスやったら、この辺。マジで危ないのよ。うん、だから、ちょっとほんまに、グリフィンも疲れは来てるなって、あんだけ初回から飛ばしてたから、ちょっと来てるなっていう感じだったんよ。で、ワンアウトから松本選手これで、ライト前ヒットね、もうお前打つなよと。お前打つなってっていうぐらいの感じで。はい。で、ワンアウト中で水谷選手が、セカンドゴロ。このセカンドゴロもね、結構内容いいのよ。やっぱ捉えてんのよ、状態いいからね。うん。で、足クソ速いから、一塁セーフなのよ。ジャイアンツからしたら、これゲッツーで終わらせたかったんよ。ワンアウト中でね。だけど、右バッターのくせに、くせにとか言ったらあかんけど、足バカ速くて、強さの頃でセーブなのよ、一塁ね。で、ちょっとね、心というか、ちょっとざわざわとするんですよ。あ、やばいって、ランナー一人残ったらこれツーランで同点やんってなって、その時にツーアウト一塁でマルティネスが、ショートゴロでね、まあリプレイでこれアウトやろって何回も言うんですけど、まあセーフになって、ランナー一、二塁。ここでバルちゃん出てきて、バルちゃんもね、やっぱ楽天とかでやられてるから、ちょっと大丈夫かなと思ってたんだけど、最後ね、タミヤ選手めちゃくちゃ粘って、インハイのボールとかね、めっちゃうまいことをファール打って、最後ね、もうほんま頼むぞと、タミヤ打ち損してくれと思って、投げた最後の一球が、まあサードフライというところで、まあ勝ちましたというところで、まあね、2対0だったんですけど、すごく見応えがあるゲームだったと思うし、まあさっき言ったように、万波選手とかのプレーとか、なんかそういうね、そういうなんかその、なんていうか、プロ野球選手の技術みたいなところも、なんかやっぱり見てもらえると、やっぱ野球ってもっと楽しいなって思ってもらえるし、まあ戦術とかもそうやし、戦術は僕に任しといて。戦術は僕が言うから、そういうプレーとか、例えばね、今日の万波選手のあの回転
のプレーとか、詰まってるんだけど、フェンスの手前まで飛ばすパワーとか、ああいうね、水谷選手の全力疾走の足の速さとかね、ああいうところはね、やっぱり中継で見るよりもね、現地で見てた方が、やっぱり迫力を感じると思うし、やっぱり皆さんもね、一度ね、野球観戦ね、僕もエスコン行ってみたいなっていうふうなところはあるし、僕、後で、7月ね、サンフランシスコ、半年間行くんで、7月1日かな、サンフランシスコのオラクルパークに、大谷くんが来るんで、ちょっとそれ見に行こうかな、なんていうふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は買ったんでね、多分ね、声がワントーン、ツートーン、もしかしたら上がってるかもしれないですけども、非常にね、まあ、2連勝というところで、まあ、この間連敗、3連敗して、3連敗、うん、楽天か、に、もう、嫌な記憶すぎて忘れましたけども、まあ、しっかり2連勝できたっていうところで、まあ、明日もね、勝って3連勝というところで、まあ、交流戦終わりたいなというふうに思ってますんで、ぜひね、皆さんもしっかりジャイアンツを応援していただけると嬉しいと思っております。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。Thank you.